内閣府特命担当大臣は日本の国務大臣、内閣府特命担当大臣の一つである。日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として消費者行政や食品安全行政を所管する国務大臣である。具体的には消費者の権利の尊重、消費者の自立の支援、安心、 安全で豊かな消費生活の実現などに関わる政策を所管する。また、食品の安全性、食品の健康への影響評価などに関わる政策を所管する。内閣府にて消費者行政を司る組織としては、内閣府の審議会等である消費者委員会と、内閣府の外局である消費者庁などが挙げられる。また、内閣府にて、 食品安全行政を司る組織としては、内閣府の審議会等である、食品安全委員会などが挙げられる。内閣府特命担当大臣は、これらの組織を担当する。内閣府特命担当大臣は、担当する諸課題により柔軟に設置できるため、政権により増減や変動があり、その役職名は、必ずしも一致しない。しかし、内閣府特命担当大臣は、 内閣府設置法により、筆致とされている。同様の例としては、内閣府特命担当大臣、及び内閣府特命担当大臣の二大臣も、内閣府設置法により、筆致とされている。また、この内閣府特命担当大臣に就任した者は、消費者基本法に基づき、消費者政策会議の委員に就任する。 BSE 問題など、食の安全が社会問題化したことを受け、第1次小泉第1次改造内閣にて、食品安全担当大臣が設置され、谷垣定一がその任についた。以降、食品安全行政を担当する特命担当大臣は継続して設置された。第1次小泉第2次改造内閣では、内閣府特命担当大臣となり、小野清子が就任した。 それ以来、内閣府特命担当大臣が継続して設置され、食品安全行政を担当し、内閣府食品安全委員会などを所管していた。他方、消費者行政を担当する特命担当大臣は、長らく設置されてこなかった。福田康夫内閣が消費者行政の一元化を推進したことが、きっかけとなり、岸田文雄に対し、 消費者行政推進担当の特命事項が発令された。それ以来、特命事項としての発令が続いた。麻生内閣では、内閣府特命担当大臣の野田聖子に対し、消費者行政推進担当の特命事項が発令された。2009年9月1日の内閣府消費者委員会、消費者庁の発足と同時に、野田は消費者行政推進担当の任務を解かれると、 共に、内閣府特命担当大臣に就任した。鳩山幸夫内閣より、食品安全と消費者行政が一括され、内閣府特命担当大臣となった。内閣府特命担当大臣も、参照任命、補職は3段階で行われており、まず、国務大臣に任命するとの喚起が出され、次いで、当該の国務大臣に対して、内閣府特命担当大臣を命ずるとの事例が、 出され、さらに当該の内閣府特命担当大臣に対して、消費者及び食品安全を担当させると命ぜられる。これらの事例は、官報に掲載されるため、その記載に基づき、内閣府特命担当大臣と表記される。なお、消費者基本法では、内閣府設置法第11条の2の規定により置かれた、特命担当大臣と表現している。新聞などの報道では、 簡略化して、消費者及び、食品安全担当大臣、消費者及び、食品安全担当省、消費者食品安全大臣、消費者食品安全省と表記されることも多い。また、内閣府特命担当大臣と同様に、簡略化して、消費者担当大臣、消費者担当省、消費者大臣、消費者省と表記されることもある。英語での故障については、 ミニスターオブステートフォーコンシューマーフェアーズ・&・フード・セーフティーとされている。内閣府にて消費者行政に関連する組織は、下記の通りである。現在、消費者庁審議官は3名置かれ、参事官は1人である。ありがとうございます。